はい、いつもありがとうございます。本日、セレクトはセレクトでもサッカーです。はい。6周年、ね、今年で6周年ということですね、当店ね。はい、ありがとうございます。感謝です。ということで、ワンボックス16,666円という6に、ね、ちなんだ価格にしてます。破格です。でホームページの方も、取り下げております。完売になったんで。1回だけなの？はい。ということですね。はい、じゃあ、抽選いきます。12ボックスドラフトです。サインのドラフトとかにしようと思ったんですけど、ね。はい、店長めんどくさいです。なので、ボックスドラフトにしちゃいました。一番まあね、その方がカードの、ね、全部送ればいいだけなんでね。店長的には楽なんで、はい。皆さんもね、全部カードが手に入りますから、ボックスのね。じゃあ、抽選いきます。はい。じゃあ、ランダマイズする回数です。よろしくお願いします。はい。はい。6と4で10回です。はい。じゃあ、いきます。10回抽選です。1、2、3、4、5、6,7,8,9 で10回目ポチ。はい、出ました。ドラフト1位セッキーさんです。ドラフト2位もセッキーさんです。はい、10回抽選ちゃんと10回になっております。はい、貼り付けます。はい、BGB567、サッカーのセレクト。あ、ちょっと待ってください。コピーがうまくできてなかったです。よいしょ。よいしょ。はい、これですね。はい、ドラフト1位と2位がセッキーさんです。おめでとうございます。ドラフト3位、ナオさん。ドラフト4位、ハルさん。ドラフト5位、ナオさん。ドラフト6位、MMRY さん。ドラフト7位、K39 さん。ドラフト8位、RMCF さん。ドラフト9位、ナオさん。RMCF さん。ドラフト11位、KJY さん。ドラフト12位、MMRY さんですね。はい。じゃあ、ボックスドラフトですので、1箱ずつ開けていきます。ですので、通常のね、全部開けて、一気にカードチェック、ね、すると、まあ、40分ぐらいで終わりますけど、もうちょっとかかるかもしれないですね。はい。まあ、とりあえずここに置いて、はい、どんどん上げていきます。よいしょ。じゃあ、まず1箱目です。で、カードの画像は、サインカードとメモラと、あと、対大以下、対大パラレル以下のものを、写真掲載いたします。画像の掲載先は店長の、ツイッターのもう一個のアカウントですね。カスタマーズヒッツの方に掲載いたします。1から12、ね、ボックス番号の、1から12番まで、カチンコで番号をつけて画像アップいたします。一応良さそうな順から1から12にいたします。明日の夜8時までに店長の Gmail アドレス宛てに、メールしてください。セレクト1ボックスが12パックですね。で、基本的にクロームカード、アルミ箔っぽいようなカードで、光物があったり、まあ、光り方にもいろいろ種類があったり、金色の樹脂入りとかグリーン、ブラック、いろいろありますね。ただ、当たりケースと、その、普通のケースの差が結構激しいですよね。はい。じゃあ行きましょう。ワンボックス目です。ひっくり返ってますね。ひっくり返ってのはサインかメモラとかです。基本的に。まず、デフライですね。オランダ。ジャージです。はい。で、スアレス。このプリズムですね。光り方に種類ありますけど、まあ、これは結構出るやつです。まずスアレス。
で、レギュラーカード、光物すべてお渡しします。赤色がありますね。シルバーですね。31-199。赤は199。またひっくり返ってるのがあります。誰でしょうか。ネイマールとラキティッチ。ダブルジャージです。バルサのダブルジャージ。はい。で、バルガス。ダイカット、パープルですね。コロンビアの選手ですね。はい。これは99、149ですね。バスケットのセレクトもありますけど、シリアルはちょっと違いますね。で、ひっくり返ってるのあります。誰でしょうか。ミゲル・ラユン、メキシコの選手、87-148。お、オートジャージです。まず、ワンボックス目、ラユンですね。はい、まだ半分ほどあります。これはデコイですね。あ、ブッフォのハイナンバープリズムです。はい、これデコイ。ハイナンバーファンペルシー。レント・サンチェス、ポルトガルの若手ですね。これ光ってます。多分初カードじゃないかな。パニーニのスポーツカードものは。と思います。で、箱一入ってる、ちょっと厚紙のインサートですかね。はい。ハカですね。ナショナルプライド。ね、国旗が映ってるものですね。クルートワプリズム。ね、このプリズム、この光り方は結構箱に入ってます。5、6枚は出るんじゃないかな。あ、またサンチェス。これはイエローかな。イエローか金か。ですけど、明るいのでイエローかな。ミリックですけど、イエローです。これがね、紛らわしいんです。金来たって思うね。当初ね、発売当初はすごかったです。また金来た。後で見ようって置いておくとみんなイエローだったとか。しょっちゅうありました。はい、1箱目サインと、バルサのね、ネマーノのダブルジャージとかありました。で、2箱目。で、1箱ずつ開けていきますので、ちょっと時間かかるかなという感じですかね。で、ノワールのサッカーは、今日2回開催予定です。2回とも一応完売しております。で、3回目は、今募集中、ホームページの方に募集しております。3回目3スポット今埋まっている状態ですので残り8スポットというところで、YouTube につなげたところですね。3回目ご参加される方お早めにご注文ください。埋まれば3回目も、開催いたします。このサッカーのセレクトは、まあ、サインカードももちろんなんですけど、まあ、タイダイ以下っていうパラレル30シリ、25シリとかね、金の10シリ、あとグリーンの5、ブラックの1オブ1もありますけど、その辺のパラレルでいい選手、当たれば、ね、大当たりになります。まあ、決してサインだけではないのは、このプリズム系のいいところかもしれないですね。はい、じゃあ2箱目。ん?パラレル大カットのカモだ。これは20枚限定だったかな?あ、ダビド・シルバ。はい、スペインですね。これが20枚限定です。3-20。カモです。で、この辺、ね、プリズム。赤色があります。ディバルですね。ビダルだ。はい。はい、ひっくり返ってる1枚目。あ、スワレスがひっくり返っておりますけど、ジャージです。ゼッコ。デコイ。はい、またひっくり返、あ、
ベールが光ってますね。で、ひっくり返って。お !10 シーペリシッチ。インテルペリシッチの金パッチです。インテルペリシッチパッチ。これゴールドのパッチということですね。金パッチ。10の10ですね。はい。金パッチが来ました。まだサインは出てないですね。カリンチ。はい、ひっくり返ってます。ボビーウッド、アメリカのフォワードですね、若手、66-199、オートですね。彼も多分ファーストオートがこのセレクトだと思います。まあ来年のワールドカップ次第ですかね。はい、ミューラーがハイナンバーで光ってます。お、またカモ。カモ2枚だ。オスカル。ブラジル。12-20です。カモが2枚入ってました。ワンボックス。20枚限定が2枚と金パッチですね。2箱目。はい。で、箱1の、ね、ちょっと熱い、インサートですね。これ誰だ？エンボロ？エンボロさん？スイスの選手。スカイ・ザ・リミットというインサートのシリーズで、ちょっとこれ飛んでるでしょ。はい、そういうシリーズです。ちょっと飛んでるようなね。あ、で、ペリシッチね。クロアチアの選手。チームはインテル。なんですかね。はい。金パッチと、カモが2つ出ました。3位はボビーウッドですね。これが200個。で、3箱目。やっぱ12パックだから開けやすいですね。うん。そんなにパック開けてる時間も、苦じゃないでしょ。多分、40秒ぐらい。やっぱこのくらいのパック数がちょうどいいですよね、パック系はね。24あるとちょっと、辛いです。ほら、もうあとラス1ですよ。はい、これが3箱目ですね。2箱目は結構良かったですね。ただサインの当たりがね。はい。お、ディバラハイナンバー。ひっくり返ってます。誰だろう。スアレスとアルダトゥラン、バルサ。あ、はい、ダブルジャージです。さっきネイマールとね、バルサのデュアルでしたけど、今度スアレスとトゥランですね。はい、メモラ1枚目で、キラキラね、プリズムです。あ、パープル、デレアリのダイカット149、これも期待の若手で、ダイカットっぽいのがあります。ダイでしょうか。よいしょ、この下。またミゲルライオン。まあしょうがないですよね、パラレルあるあるです。はい、ダイカットのライユーンですね。13-60。はい、ダイカットオートグラフです。よいしょ、これでこい。はい、ジルーとかね、いろいろ。まあ結構ヨーロッパ系の選手が多いのかな。これ貼り付いてる。ちょっと待ってください。よいしょ。あ、赤メッシが貼り付いてた。はい、赤メッシ。140-199です。アルゼンチンですね、これ、ユニフォーム。はい。で、こい。で、もう一個ひっくり返ってますね。誰だ。
デンプシーのナショナルプライド、これは箱一の先ほど言ってたインサート、よいしょ、ヤンコとかありますね。このキラキラがね、このギラギラしたのもね結構人気はあるんですけど、まあ純粋に光ってるだけのがいいっていう人もやっぱりいますね。オレンジ、あ、ゲッツゲッツェオレンジ 9-75 ですね、ドイツ。やっぱバスケとシリアルが違うんで、あ、もう一個ひっくり返ってる、あれ、あ、ジャージもう一個かな、誰だろう、あ、スアレスがひっくり返ってます、よいしょ、ジャージですね。なんか面白い、ちょっとなんだろう、ここなんだろう、ここね、なんかちょっと、はい、パッチじゃないんだけど41-199 ですね、という感じです。ダイカットオートとジャージ2つ、バルサのダブルとスアレスですね。これが3箱目。で、4箱目。今んとこ金パッチとカモが2枚、3枚ぐらいですかね。よいしょ。あとはスター系のオートがまだ来てないんで、その辺がね、なんか出てくれるといいと思います。はい、あと3パック。よいしょ。はい、4箱目ですね。はい、行きます。はい。お、クリロナのハイナンバーですね。なんか箱2ぐらいしか出ないので。で、100人口ですからね、なかなか出ないです。青色が、ハーニック。マーティン・ハーニック。39-299。コケ。あ、カモですね、これね。誰だろう。キーパー。オスピナスね、コロンビアのキーパーの20シリですね。2-20。オスピナ・カモ。はい、タイダイ以下が今3枚かなと思います。ストロートマンか、はい、お、メッシのキラキラも出ました。1から300番まであるんでね、なかなか目当ての選手で光り物は出ないですね。マーテンス67-149、ベルギーの選手。ひっくり返ってますね。ファビアンスキーですね。21-60。うん。グリーン、ライトグリーンのジャージですね。ファビアンスキー。デパイが光ってますね。で、またひっくり返ってます。誰だ？ハメスがひっくり返ってます。ジャージですね。コロンビア。ジャージが今2枚ですね。ロング。オレンジかな？お、ジョー・ハート。イングランドのキーパー。オレンジですね。お、ジャーナンダー 1-75 で、ジャージナンバーです。ジョー・ハート。はい。で、ひっくり返ってます。誰でしょうかね。ここはサインかな？エジルの 5-50。はい。ドイツの選手。これがサインですね。
はい、エジルのオートです。50だからちょっと少ないですね。ただ光ってるだけですけど、ここからスタートみたいですね。だ50枚以下なんですね、他のサインカードが。いわゆる199とか他の選手あるのに、ここからスタートという感じ。ちょっと小プリな感じですね。はい、森さんですね。ね、日系なのかな。あ、グリーンのギラギラがある。5枚限定だ。誰だろう。これはもう本当選手次第でね。はい、店長絶叫します。はい、ハイナンバーのギラギラ。おい、誰だ。誰だ。コンドグビア。コンドグビア、あ、インテルだ。おお。はい、2-5。あ、店長あまりね、サッカーはね、そんなに詳しいほどじゃないです。あの、かじってるぐらいです。はい、2-5ですね。ハイナンバーのギラギラ。はい、とエジルのオートですね。あ、もうここで、あの、買いたいですっていう人がいます。タイダイイカは今んとこ 1,2,3,4 枚かな。これでグリーン、あ、金パッチがあるから5枚目かな。結構順調です。インテルケース。シリアルの出方はいいと思いますよ。だいたい、まあ、あの、ケース開けて、タイダイイカが10枚から12枚ぐらい出れば、まあ、出現的には OK なケースに入ると思います。今んとこ多分、カモが4。あと、金パッチが、あ、カモが3か ?1、2、3。ですよね。カモが3、金パッチ1。グリーン1という具合ですよね。で、4箱ですからね、まだね。これが5箱目です。サインはエジルかな。もうちょっと上がいるかな。どうでしょうね。はい。で、これが5箱目いきます。ライトブルーのダイカット。ストロートマン。オランダですね。8-249。あ、ジャーナンです、これも。8-249、ストロートマン。で、またアクリルのハイナンバー出ました。これもなかなか出ない。はい。パラレルですね。カルディ。ひっくり返ってまーす。さあ、なんでしょう。じゃん。メッシーがひっくり返ってる。あ、これあれね、インサートですね。箱1ぐらいね。これね、これパラレルでシリアル入ってるとすごいですよね。アシリー・ウィリアムス。はい、まあね、皆さんよくセレクトをね、買われる方はよく言いますね。黒いギラギラが欲しいっていうね。これはイエローかな。はい、アルマーイエローですね。85125を金とね、間違えるっていう。はい、ひっくり返ってまーす。お、シャビアロンソオートかな、これどうだろう。あ、ジャージでした。はい、147199、シャビアロンソ。ロータン光ってますね。で、ひっくり返ってまーす。誰だ誰だ。フクス。あ、ダブルジャージですね。オーストリアのダブルジャージで、フクスとアルナートビッチ。はい。で、モリーさん。カッパーがありますね。カッパー、銅色。
またハイナンバー。あ、ディバラのカッパー。これでも全然 OK です。30の49です。これも結構そこそこな、ね、ちゃんとプライスつきます。で、ひっくり返ってます。誰だ？ほい。お、今度スナイデル。オランダのスナイデル、84の85。オートジャージです。スナイデル。はい。エジル出て、スナイデルって感じですかね、今のとこね。よいしょ。赤がありますね。はい。ヒメンズって言うんですかね。ウルグアイの選手。14番。という感じです。はい。カッパーのディバラとスナイデル。これが5箱目。で、6箱目ですね。5箱目開けて、タイダイ以下が5枚ですね、現在ね。まあ、箱1アベレージぐらいで、タイダイ以下の、まあ、いわゆるシリアルで、30枚以下のシリアルが、箱1ぐらいで出てるの数量ぐらい出れば、まあ、まあまあ、良かったケースになるんじゃないかと思います。あとはメンツはもう、ね、運なんで。今のところ3位はスナイデルとエジルですね。よいしょ。はい、これが6箱目ですね。ここで折り返し。ね。青。青のアゲーロですね。103-299。箱1のインサートはジル。ね、これはシリアルありません。もらった。よいしょ。はい。光ってますね。はい、ひっくり返ってまーす。誰だ？イスコ。イスコくん。レアルのイスコのジャージです。はい、レアルというところ。ね。トニークロス。パープルのダイカット。お、デレアリーです。パープルダイカット。はい。はい、ひっくり返ってまーす。どうでしょう。シレッセン、オランダですね。ジャージです。はい、これでジャージが2つ。お、クリロナ光りました。ん、ホワイトのハイナンバーですね。誰だろう。あ、アンソニー・マーシャル。フランスの若手。2-99。これがホワイトプリズムですね。で、ハイナンバーのプリズムなので、このギラギラしてるということです。これの黒がみんな欲しい。ね。はい、ひっくり返ってまーす。はい。柄ですね。ジャージ。あれ？ジャージが3つ目？ジャージが3つですね。3つ入ってました。レウスですね。たまーにあります。ショートする場合もあるし、増える場合もあるしっていう感じですね。赤。赤は福ちゃん。オーストリア。23ですね。で、これがサインかな。ひっくり返ってまーす。誰でしょうか。ランパード !24-85! これオート来た。オートジャージです、ランパード。おー。はい。最近のプロダクト入ってないですからね。はい。イングランドのランパード 24-85。なので、ランパード、エジル、スナイデル。っていう感じかな、今。まあ、まあ、まあ。まあ。
あ、これ、キラーイ。キラーイの黒い欲しいですね。ね。寝巻き男ですね。あ、プリシッチも出ましたね。はい。6箱目、ランパードです。6箱開けて、エジル、ランパードを繋いでる。で、タイダー以下は5枚ですかね。まあまあ、いいんじゃないでしょうか。で、こっから後半戦です。6箱目。ワンスポットが16,666円で参加できます。で、ボックスドラフト形式です。店長が開けて、ドラフト順位でお客様がボックスを好きな箱を選んでいくという形です。まあ、ワンボックス買うのと、形式的には変わりません。ただみんなでワンケースをシェアするというのが、このグループブレイクのいいところですかね。まあ、ワンボックス16,666円で買うと思えば、かなりの激安です。今んとこ、多分、あれ4枚でしたっけかも。3だったかな。3か4確か出てたと思います。まあ、ケースもまあまあいいんじゃないかと思います。ね。はい、いきます。青。青の、松井さん?フランスさん。フランスの松井さん。ね。はい。ゲッツェハイナンバー。で、ひっくり返ってます。誰だ?クリロナとハメスですね、今度。レアルのダブルジャージ。あ、どんな君が光ってます。はい、期待のね、キーパー。赤の、これイタリアの選手ですね。ロレンツォさん。19-199。ジャナ一番違いでした。で、またひっくり返ってます。ハンダノビッチ。インテル箱。76-90。これサイン?あ、サイン、オートジャージか、これ。でもホワイトですね。はい、ちゃんと2色になってますね。76-90。パッチじゃないけど2色。うん。はい、スナイデル光ってます。パープル、ファビアンスキーのパープル130。あ、プリシッチハイナンバー。これはいいですね。287番。出ないですよ。はい。で、ひっくり返ってます。シャキリ。あ、これは箱一のあれですね。はい。飛んでますね。シャキリさん。2箱パラレル出てないからそろそろなんか来るかも。と思ったらなんか来てるかも。なんか来てる。はい。ね。あ、どんな君も出ました。はい。金のギラギラのハイナンバーです、今度。誰だろう。金のギラギラ。お願いします!ムスレナ!はい。金ですね。5-10。はい、ゴールキーパー。これは、ガラタサライの、ね、ユニフォームになっております。はい。ジャージナンバーは1番なのかな?ね。はい。金出ました。で、ひっくり返ってますね。誰だろう。お、ドイツ。あ、フンメルス。ドイツ、14-199で、ジャージでした。はい。で、ゼコでしたね。よいしょ。はい。オートは
ハンダノビッチですね。で、レアルのクリロナのダブルジャージ。あと、金が、ムスレラさんでした。で、7箱目。ここが7箱目です。7箱目。グリーンが1、金が2ですね。あとカモが確か3か4は出てると思います。よいしょ。はい、いきます。はい、ルカックですね。クリロナのハイナンバーまた出ました。はい、箱1はサンチェスですね。ナショナルプライド。はい、グリーズマン、プリズムですね。ドンナルンバ。ひっくり返ってます。この色はどこ？コールマン。はい、ジャージかな？ジャージですね。よいしょ。あ、また金。また金です。連続金。連続金で、またハイナンバーの金ギラです。サタヌー！これ3回目だよね。さっきグリーンで、金で、お願いします。大丈夫でしょう。せーの。ほい！ガッツイ！はい。アヤックスの選手。アンワーエルゲイガーズわかんない10の10ですね。アヤックスの選手エルガジ。はい、若手なのかな。年齢とか書いてないですね。はいね、金が3だけど、あ、ひっくり返ってます。誰だ？あ、ベネディクトさん、ジャージです。ドイツですね。はい、ストロートマン、光ってます。よいしょ。はい。で、ポグバ。で、もう一個ひっくり返ってます。はい、メロ、インテルですね、また。ジャージですね。あ、ありがとうございます。はい、この箱もジャージが3つ出てます。はい、赤ウクライナの選手ですね。赤でひっくり返ってますね。これがサインかな。誰でしょうか。はい、お、マスチェラーノ1番だ。はい、バルサのマスチェラーノでオート乗ってる。はい、まあまあいいですね。ランパードエジル、あ、まあ、ランパードマスチェラーノエジルスナイデルかな。はい、まあまあいいですね。バルサのユニフォーム着てますね。ライトグリーンですね。ベイルのライトグリーン。60枚限定で34番。はい、マスチェラーのオートジャージが出ました。バルサのユニフォームです。まあ今んとこ5枚サインはまあまあかな。はい。あと4箱ですね。
8、9、これが9箱目ですね。いやー、金引けてるんですけどね。はい。金引けてるんだけど。ね、申し訳ない。はい。まあ、悪い時もあります。まあ、3位はまあ、まあ、って感じですよね。よいしょ。はい、じゃあこれが9箱目。はい、お願いします。はい、でこい、デレアリーですね。はい、ナンバーひっくり返ってますね。大体ブリントとデンプシーダブルジャージかな、オランダのダブルジャージ。これイエローかな、また。はい、レウスのイエロー66125。はい、ひっくり返ってます。誰だ、ヘレーラ、ヘクターヘレーラ。あ、オートグラフか、オレンジですね。はい、62の75、サインですね。モラタが光ってます。はい、これなんか黒い、あ、関係ないか。普通ですね。よいしょ。ライトブルー。マンジュキッチですね。ライトブルーのダイカット249。はい、ブルーですね。そっか、パラレルはこの中ですね。はい、ミリック。よいしょ。はい、ひっくり返ってまーす。モラタがひっくり返ってます。よいしょ。はい。箱1のインサート。ケイヒルが光ってます。はい。よいしょ。はい。オスピナ光ってますね。カッパーがありますね。またハイナンバーだ。誰だ？イカルディ。はい、引き続きインテル率が高いですね。49の49。はい、ひっくり返ってますね。誰でしょうか。エイドリアン・ラモス83の99。ジャージですね。ホワイトのジャージです。はい、サインがヘレーラという感じですかね。よいしょ。まあちょっとね、当たりもあれば、ね、外れの箱もある。で、あと3箱あります。これが10箱目。今何分？ 47 分。やっぱそのくらいちょっとかかっちゃいますね。金がさっき3回出て、グリーンとカモですかね。そろそろまたなんか色が出るかな。どうでしょうね。よいしょ。ノワールはこの後に行います。今日は2回の予定ですけど、3回目今ホームページの方で、受注しております。3スポット埋まっておりました。埋まれば本日可能です。はい、お願いします。これが10箱目。ひっくり返ってますね。誰だろう。お、ネイマールだぞ。あ、セレクトフィューでした。はい。はい、でこい。
久々に、さっきね、カモと金が続いてたんで、大台があります。大台がまたハイナンバーです。はい、もう店長決めたいっす。はい、誰だ？せーの。はい、ドナルンマ！おー、AC ミランの若手キーパー、19歳。5-30。大台は金と同じぐらいの価値があります。ね、これはもうね、はい、これはいいと思います。店長の心境今どうなるのか、ね、はい、よかったです。はい、ひっくり返ってます。ジョー・ハート、イングランド、ジャージですね。はい、これのどんな君とね、プリシッチ出るともう OK です。シャッキリですね。はい、ひっくり返ってます。だいたジャギエルカ、57-75シリアルあります。オレンジジャージ、イングランド。そっか、イングランドのジャージ2つですね。スアレス、赤ラモス、セルヒオラモス、スペイン、82で、ひっくり返ってるのがサインかな？誰でしょうか？はい、誰だ？サリナス、レジェンド？ 74-199 スペインのレジェンドですね。サリナス、レジェンドの音です。はい、ライトブルー。はい、ポルトガル、3-249。ん、これまたイエローですね。はい、コバチッチです。あ、一応見せた方がいいですね。コバチッチは、18-125、これイエローという感じです。ドンナルンマの大台ですね。はい、5サインだけじゃなくてね、こうやってパラレル、ね、いいルーキー、RC はつくかはちょっとわかんないですけどね。まあ、ファーストイヤーという意味で、集めておくと、後々報われるかもしれないです。まあ、コレクターのね、動向にもよりますんで、一概になんとも言えませんけど、皆さんが欲しがるカードになると、ドカーンきますね。はい、スポーツカードそんなもんです。よいしょ。はい、これが11箱目です。あと2箱。サインはランパード、マスチェラーノ、エジルとかですかね。あとスナイデル。まあまあ、まあ、ノワールで言うとその2以下みたいな感じのがとりあえず出てるような感じですかね。まあ、ズバ抜けたのはもう完全に運次第みたいな感じなんで、よいしょ。はい、12個目開け終わりました。じゃあ行きます。これが11箱目です。はい、ひっくり返ってます。誰だ？ほい、あらば、アラバの 142-199。アラバは若手のいいとこですけど、あ、エマージングスター、オートです。アラバです。枠ちゃんと入ってますね。この下が結構欠けるんですけど、ちゃんと入ってます、アラバ。若手好きは、ぜひ。はじめに出ちゃいましたね、最後ね。はい、ラッシュフォード。これもまあ、若手ですよね。ライトブルー、ローラン、ディエゴ・ローラン、64ですね。はい、ひっくり返ってます。フンメルスのジャージです。ネイマールのプリズム、ひっくり返ってます。誰だろう。ほい、アッシリー・ウィリアムスの16-30。
あ、タイダイのパッチですね。ウェールズのアシュリー・ウィリアムス。これタイダイ綺麗ですね。タイダイが出始めましたね。はい、ナショナルプライドですね。箱一シェアですかね。これはイエロー。はい、18-125イエローですね。よいしょ。エンボロのハイナンバーね、これはシリアルはないんで。パープルですね。パープル。デレアリ。また出たぞ。26149。デレアリのパープルカット。なんか2、3回見てるような。はい。赤のデンプシーですね。という感じです。アラバのオートというところでしょうか。で、12箱目ですね。はい。で、ノアール同様に、ヒット、ね、サインとメモラ、あと、ジャージじゃないか、シリアルナンバー、数枚出てると思いますけど、そちらを画像番号付きで掲載いたします。そちらの画像をよく見ていただいて、お選びになっていただいてから店長の Gmail アドレスにメールしてください。明日の夜8時まで大丈夫です。金は3、グリーンも1だから出てるんですけどね。よいしょ。はい、じゃあ12箱目ですね。はい、行きます。はい、ひっくり返ってます。ベイルのナショナルプライド。レバンドフですね。ドンナルンマ。パープルの大カットはバルガス。31-49。お、ディバラのハイナンバーで光ってます。はい、ひっくり返ってますね。誰だろう。ブッフォンで、ジャージです。ただ2カラーですね。はい、ジャージ1個目。はい、もう1個ひっくり返ってます。クリロナの、これジャージかな？ジャージですね。クリロナのジャージ。はい。ブッフォンとクリロナのジャージですね。今んとこ。青。青ですね。リチェット・ステイナーさん。はい。で、ひっくり返ってます。これが誰でしょうか。せーの。ほい。インザーギ！おーはい。インザーギ来た。10-60、ジャラン！おーインザーギ、これ音でしょう。ちょっと置きますね、ここね。おー、ちょっとはみ出てるけど、まあ、インザーギでしょう。まあ、だいたい飛び出てますからね、インザーギ。はい。10、ジャーナンです。10-60、最後に決めました。イェーイ。ハイタッチ。はい。普段はテンションをわざと抑えて。はい、みたいな。はい。10-60、ジャーナンのインザーギです。はい。最後の箱で来ました。よいしょ、よいしょ、続きいきます。
ラモスですね。ライトブルーですね。パストーレさん。8番ですね。はい、シャキリさんでフィニッシュですね。はい、12箱目が、インザーギです。ちょっとスリーブ。あ、通常？通常ですね。通常が60からということですね。マラドーナとかも確かこのくらいからですよね。はい。インザーギ。まあ、皆さんが欲しいところが出てくれてよかったです。はい。よかった。はい。よかったです。もう途中、金でね、もうテンション下がっちゃってましたからね、店長ね。はい。セレクトまた面白かったら、言っていただければ、またやりますよ。はい。はい、まあこの値段でね、サインはローダーとかねつきますから、逆にかなりお求めやすいと思いますよ。はい、終わりました。いやー、よかった。はい、じゃあ、この後ノアール2回戦ですね。あとバスケットのグループブレイクの方が残り3スポぐらいでした、ですのでバスケットの方もちょっとやらないといけないかなと思っております。とりあえず BGB567、 はい、6周年記念ありがとうプライス、サッカーのセレクトでした。ありがとうございました。よかった。